さあ皆さんおはようございます&こんにちは。こんにちは。まちかわラジオ始まりました。始まります。この番組の提供はですね、今や一番忙しい年間通して一番忙しいと思われる、川口元郷にあります、はい、見た目用品店の提供でお送りいたします。ありがとうございます。頑張れしんちゃん。頑張れしんこ。まあ、まだです。まだらしいです。学校説明会の時に、はい、配るらしいですね。はい、この前、間違ってました。採寸だったそうです。まだまだ、まあ今駆け込みかなと。今度中学校に入る、はい、お父さんお母さん、はい、まだ学生服決まってないって大問題だと思いますけど。かなりギリギリな戦いですね。ぜひ見たまを用意品ってね、地元の用品店ですので、ご利用いただければなと、こんな風に、宣伝しております。まあそんな感じで今日ですね、はい、12月21日土曜日、はい、こちらは快晴と、昨日はなんか ね、もうみぞれ混じりというか、今日も降っちゃいました。今日が降った。はい、大変ですね。次はライオンが降るんじゃないかと。そんなに荒れないですね。まあそんな感じでお届けいたします。はい、先日ですね、まあ個人的な話ですが、千里に行ってまいりまして、うちの店が今週とか次の火曜日が24日やる、はい、でその次の火曜日が31日やる、やるということで、もう年内に休みがないということでね、はい、遊びに行ってまいりました。はい、今光のページェントっていうのをやってる最中なんですが、はい、まあ目抜き通りというかね、上禅寺通りっていうのがありまして、はい、片側3車線ぐらいずつあって、はい、真ん中にちょっとした公園の通路みたいなところがあって、それを囲んでいる木が綺麗になってる。お、なんかイルミネーション。そうすごいですね。おお、ドワーってこう向こうは見えない、ずっと、うん、そう、あ、いいですね。あの光のなんていうのが距離感っていうの、あれがすごい、もうすごいデートスポットみたいな。そうじゃあ、どうだねーやとか思ったんだけど、こうやって要はそこの道を渡って、はい、あの行きつけの店に行くんだけど、うん、その時にパッと見たらうおーとか思って並木もなんとかならねえかと。できるんじゃないですか。なりません。なりません。そんなお金ありません。ぜひね、そっちに、見に行っていただければ。まあそれこそね、先日はあのこううちの並木の通りの上の方にね、チカチカつけたりしたんですけど、はい、まあ俺はつける係じゃなくてぶっ壊れたもの直す係だったんだけど、まあそんな努力も、惜しまず頑張っております。はい、まあ、あれ取り付けるのはね、お金かかるからね、職人さん使うと、ね、その分、当然です、お金かかる、働いてもらうんですから、それはお金かかりますよね。はい、そんなものね、お金かかります。取る、つける、外す、はい、みたいなことを、高いとこつけるんでね、まあ、そんな感じです。はい、非常に綺麗でした。はい、まあ、天気もギリギリセーフみたいな感じで、こっちと同じぐらいですよね、気温としては。まあ当然行きゃ寿司、イキャー牛タン、イキャー飲み食、それしかない。いや、謳歌してますね。すごいですね。すごい楽しんでます。当然1軒目はですね、前にもお話しいたしました、北新寿司っていうのが仙台の駅にある、はい、あります。駅のいわゆる3階の新幹線デッキのところに牛タン寿司通りっていうのがあるね。はい、牛タン寿司通り。そう牛タン屋と寿司屋しかない。あとコイン6貨ぐらい。はっきりしてますね。そこのですね、一番安い寿司屋です。一番安い、なぜなら立ち食いです、はい、あ、はい、なるほど。奥の方になんか一軒できたようですが、はい、わざわざ試さなくていいだろうみたいな。もうそこがいいぞ。そう、まあ、そこの特徴なんですが、はい、1個ずつ握ってくれます。あ、それは多分嬉しいですね。はい、で一番安いのは1個70円。安いですね。イカの耳とか、はい、あとタコの吸盤とか、まあ、そんなのが70円だったりします。うん、まあ、一番高いのはまあ500円ぐらいの、2日目に行った時に北海道のシャコ500円っていうのがあったんですよ。シャコ500円、どんなシャコだと。もうこれは屋根付きのシャコだろうな。すいません。ちょっとそこにはさすがに手が伸びなかったんですけど、あんま高いのばっか食ってないんで。500円はちょっとすごいよね。500円、1個500円のシャコって食ったことある？ないよね。シャコ3段積みとかになってるのかな。
ボリューム満点の。すごい。ボタン押すとガーって置いてくる。またシャコの話かよ。シャコの爪っていうのはあったんですが、まあ今回は食べなかったから。はい。まあそんな中で、まあ一番美味しかったのが、今、秋田の方でね、最盛期を迎えております、ハタハタ。ハタハタ。まあ、ハタハタ自体あんまり生で食べるお魚ではないので、はい、半身、いわゆる三枚おろしにしまして、はい、その片側にピッと筋を入れて、はい、火で炙って塩。あ、もう。引くだけでもお腹が減ってくる。もう、素晴らしいですね。いいですね。秋田でもあんなことやってんのかなみたいな感じです。まあ、しょっつる鍋とかにね、もちろん使うハタハタですけれども、はい、まあ、近年ね、あんまり取れなくなっちゃった、取りすぎちゃってね、みたいな話はあったんですが、あ、はい、まあ、飯田にも並んでますし、まあまあ、そこそこ、そこそこじゃない。うん、もうでそんなのとかね、あとなんだ印象的だったのが、まあ普通通りカワハギ肝のせとか、はいはい、どんこ肝のせとか、はい、そんなのもあり、いいですね、あとはそこの得意技である、はい、そのイカのゴロ、いわゆるイカの腹わた、あれをちょっと塩しといて、はい、冷凍して、はい、輪切りにして、うん、日本酒飲め、うん、バカ死ねみたいなその通りもうやられちゃいますね。やられます。はい。結局そんな安い店に2人で行って1万5000円ぐらいで。おいおい、どんだけ食ってるんだよみたいな。終始笑顔でしたね。終始笑顔と悩みっていうのと両方ある。いやー、うん、いいですね。頼んじゃうめえ。次悩んでるみたいな。あーみたいな。幸せな悩みですよね。そうそうそう、幸せな悩みだね、うん。いいですよね。そうでしたね。なんか美味しいものばっかり。いいですね。美味しいものを食べてる時って本当幸せですからね。ね、仙台とかずるいですよね。海に近くて米がうまくて酒がうまくて空気がうまいんだよ。いいとこしかない。本当だよね。参ったですね。もう埼玉叶いません。敗北宣言も。はい。もう海がないね。海がない。確かに。ね、で今回は、まあ、もちろん金はないわけで、はい車で行こうかどうしようかって言った時に、はい途中蔵王を通るわけですね、はいはいはい、白石蔵王っていう、はい、まあ、インターもあります。そっち通った時に、はい、すんげえ雪だったらどうしようとか、うん、そんなことばっかり考えて、あと帰りね、帰りギリギリまでどっちかが飲めないわけで、ね、はい、まあまあまあ、そう、それはそうですよね、うん、であと金銭的なことも考えまして、はい、こんな大人なのにバスどちらも飲めるとバス、新幹線で行くとやっぱ高いんでね、まあ、そうです、はい、あっという間に着いちゃいますけどですから、ね、バスでですね、はい、行きは、7時45分東京駅発の、はいはい、うん、早朝ですか、早朝ぐらいですね、8時45分7時45分、はい、で、大体2時ぐらいに着く、6時間ぐらいですか、うん、だから、うん、まあ工程としては330キロ20キロぐらいかな、はい、東京駅からだともうちょっと距離がわからないんだけど、まあ一回戻りますからね、え、ええ、東京駅まで俺たちが行くじゃん、はい、で高速通ってってブーンって行って、ね、はい、浦和料金所通っていくわけだから、はい、ああもったいねえなみたいな、浦和料金所で待ってんのにこっちみたいな1時間ぐらいは行って戻ってくるぐらいの時間、そうそう、ちょっともったいねえなみたいな、小1時間もったいねえなでしょうがない、みんなに合わせないからバスは安いんですそう、みんなに合わせない、その分安いですから、ね、そうそうそう、おかげさまで、はい、最近のバスは進んでおりまして、はい、3列シートっていうのが取れまして、3列シート、うん、普通1212、はいはい、観光バスとか、はい、まあ、そういうイメージじゃない、はい、じゃなくて1個1個の、はい、1個1個1個、うん、まあ、2個と1個なんだけど、はい、そう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 、まあもちろんそれにも使うんだろうけど、はい、結構ゆったりでしたね、まあなんかこうそれこそ、まあ俺なんかいつも運転してるんで、はい、それこそ東京のなんだっけ江戸川橋とか通るところ、あとなんだっけ、はい、キリンビールの横とか通る高速なんつうんだっけ、はい、あ、キリンビールじゃない、朝日ビール、うん、浅草のところ、浅草のあの辺とか通る、あ、まあ5号線、あ、5号線向こう島なんか通る方なんですけど、はい、まあ、それビューッと通った時に、はい、まあ、たまたま窓際にいたんですが、はい、こう眼下が見えるわけよ、いわゆるこう、うんうん、逆ね、埼玉の方に向かって東京から来る方に、はい、左側の車線でいわゆる川がずっと見えて、はいはいはい、景色がいいのね、うん、いいですね、でしかもこうバスだから塀が見えないわけよ、はいはいはい、
だからもうおーみたいな、多少高所恐怖症なんだよ多少じゃねえな、かっちりかっちり高所恐怖症、お前にも怖いものがあるか、はいございます。初めて知りました。一番、怖いのが高いところ、ネズミ、月末支払いそれぐらいですね、怖いのね。最後の月末すごい怖いですね。怖いですね今年もう今月は年末が来るからね、どうすっかなみたいな落語みたいになっちゃう年末どう乗り切るかみたいなまあね、他の店行くんだったらとりあえずどうや寄ってくださいぜひお願いしますあなたの一杯しか僕を助けられませんでもね皆さん、はいはい、まあそんな感じでね、はい、結構そういう、はい、なんだ、普段では見れない風景っていうのが見られます、うん、なんか興奮してね、はい、結局ずっと寝なかったみたいなバスって意外と寝ないですよね。寝ないですね、結構面白かったかな。でもう休憩になるたんびパカパカパカって押してそれ中吸えないですもんね一番先にこう出るのが俺みたいなあの人また出るみたいな、どうせそう何あのもじゃもじゃって言われてんだろうすぐどこにいるか分かっちゃう結構車内は静かでしたねそうなんですか、そんな感じです、うん、まあそれで、まあ、6時間経って、はい、仙台の東口ですね、はい、我々仙台でジャズフェスとかがあるのは西口、はい、で、まあ、これから栄えていくであろう東口、はい、楽天の球場なんかがある、でこうそっちから渡っていくんですけど、はい、こうなんつうの、駅のこう渡り口っていうの、はい、あそこのとこなんかもう楽天のこうバーってでかいポスターがあって、もう今すごい盛り上がってるんじゃないですか。あれ行ったらすごかったんだろうね。すごいでしょうね。で日曜日には仙台の方でいわゆる女子駅伝が沖縄行われたりね、はいはいはい、ちょこっとテレビ見たら、はい、わーここすんげー早いなとか言ってそんなんばっかりだから、あーとかおーとかでうーとかで、そんなんばっかりなんだけど満喫してますね。あそうここまあそんな感じでした、はい、まあ、夜はですね、当然いつもの牛タン屋さん一銭に伺いました、はい、一銭でですね、はい、2人で行ったのに、まず当然牛タン、はい、夜厚切りの竹穂ですね、はい、それを頼んで、なんだっけ、ゆでタン、ゆでタン、ゆでてある、こう柔らかい、もうお箸でピーみたいな感じ、もう想像するだけでも、ね、そうそれとシチューとでサラダも頼むって言うんで、はい、3つ頼んで思いっきりシチューが冷めてましたでもそこのマスターもなんとなくこうで分かったり、おどうしたんだよ今日はって、うん、食べに来たああとか、まあ、そんな感じでね、もうなんかこうずっと生き続けてるとね、こうなんとなく知り合いになって、いいですよね、そういうお店はやっぱいいですよね。俺どっちかっていうとこの1個決めたらそこっていう感じ、うんうんうん、なんか探すの大変じゃんいやそうです、新しい店よりは、うん、そうそうそう、おなじみの店の方が、うん、でそれこそ寿司屋なんか行くと、うん、これあるけど食べるってこう、あ、いいですよね、そメニューに寄ってないの持ってきたり、いいですよね。でまあ今回じゃないんだけどこの前行った時から、はい、ひらめちょうだいって言ったら、ひらめ、はい、縁側縁側あんのみたいな、ヒラメのとか、ああヒラメのそれ食べれないですよ、うん、なかなか、ね、そんなこともありました。まあ牛タン屋さんで、ね、はい、飲めや食えやと、はい、であともう一軒ね、前々回ぐらいからね、なんとなくよく行くような店になった、はい、海坊主っていうのがあります。海坊主、そこがそれこそ常禅寺通りの渡った方、はい、いわゆる、うん、我々がよく行ってるっていうか、はい、ジャズフェスのメイン会場である側、はい、ちょっと分かんないそっちに渡ったところの2階に、はい、海坊主ってお店があるんですが、はい、あそこは和食系のお店、うん、で常禅通りに面してる、はい、でなんでそこ行ったのかって言ったら、前の前かなんか行った時に岩垣って書いてあったの岩垣に連れていいですね、岩垣に連れて行ったんだけど今回は牡蠣なし、あ、今日食べなかったんですか。全く食わなかったそうだ忘れてたみたいなそれに釣られて行ってたはずだったのに、刺身折りとか出てきたんですけど、まあ、初日行った時にはまあもう遅くてね、はい、閉店って書いてあったんだけど、まあだ早たらと思って、こうやって開けた、おー開くじゃねえかと思って終わっちゃったのって言ったら、おーとか言ってどうしたんだって言ったら、飲みに来たんだよいや嬉しい驚きでしょうね。そうそう、
でそれでまあ軽く飲んで、はい、で、まあ、じゃあどっか飲み行くかって話をして、はい、ああいいっすよって、で上にバーがあるからって行ったの。でいわゆるそのビルの3階なんですけど、そこのお店の名前もちょっとね分かんなかったっていうか覚えてなかったっていうか覚えられる状態ではなかったんで、そこのバーに行きましてね、あのさ、いい店なんだけど真っ暗なんだよねっつって、気をつけてね足元行ってみたら本当に真っ暗だった。おーこれどうやって出すんだって、なんかなんとか眼鏡とかつけてんのかここもうそんななんか間接照明がちょっとそう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 、ほんとちょっと、うん、すげえな。でもなんかすごく品のいい感じのお店でね、まあカクテルの名前が書いてあったんだけど、はい、もう見るのもめんどくせえから一応バーテンダーなんですけど、ね、バーテンダーもできるはずなんだけどビールを頼みましてそれだけと、で1時間ぐらい喋ってる、もう迷惑な客ですまあそんな感じで出てまいりました、はい、終わったのが3時ぐらい、いやー過ぎてたかな、楽しそうですね。まあそれと次の日は大体同じコースなんですけどまあそんな感じで遊んでまいりました。ユキはこの前遊びに行ったらどうだったのこの間ですか、遠くまで遊びに行ったんじゃないですか。そうですね、だいぶ遠くちょっと海越えちゃいまして遠くまでネズミに会いに行ったの。ネズミに、そうですね、ハトリさんの嫌いなネズミですねわざわざ会いに行った。ネズミとかアヒルとかに会いに行った。これまた非常に楽しかったですね。やっぱ日本にも似たようなところがあるらしいんです。おうおう、でも日本とは全然違う文化といいますか、うん、東京じゃないのよ、東京って名乗ってるとこだよねあまりちょっと口には出せないんですけど、東京ですかって言いたくなるような。そうね、そうそう、今日テレビ見たらあのなんだっけ、でかいショッピングモールができた。ああ、うん、幕張、うん、イオン、幕張はいつから新都心になったんですか。あれは言っちゃったもん勝ちなの、新都心っていうのは。埼玉にも新都心あります。まあねたくさん新都心ができちゃう、真似しやがったのかね、あれなんかものすごい大きいらしいですね、イオンは。でかい、うん、でかくてもね、あれまず新宿が副都心だよね、はい、そうですね、はい、で埼玉は新都心だよね、はい、で今度できたのは副都心だよね。新都心だっけ、新都心まあいい、うん、まあまあどっちでもいい、絶対行かねえから心配するな。なんか幕張はそういう大きい施設がたくさんできますね。土地があるんですか。埋め立てだから埋め立てだよね、あそこね。新都心ですね。新都心、新都心、新都心、なるほど、新しいってこと。新都心なんてあんのだろう。まあいいや液状化に気をつけてください。そうですね、ね、まあそんな中で大きいものができました。はい、川口のグリーンシティにも今度なんか、はい、なんだっけ、アウトレットモールができる等々の話があるやらなんやらと。すごいですね。とりあえずなんだっけ、パチンコ屋潰して、教習所潰して、はい、でなんか作る。教習所潰しちゃう、潰しちゃう、やっぱいないんじゃないあ、そうか、うん、あでもあれゴルフ場、ゴルフ練習場も、はいはい、潰しちゃうのありますよね。あるある。あれはどうなの。あれはそのままだって、あれは儲かってんじゃねえよ。もう儲かってるところに越して、うん、でも隣に学校ありませんでしたっけ。何の高校、鳩川の高校くっついしたっけ。あ、まあ裏側だよね、うん、うん、あった、ある。学校は潰さないですよね。学校は権利が違うんですよどう考えても潰せないですよね、うん、そう、川高は潰れるんじゃなくて崩れ落ちるの川高大丈夫です。まあ、あとでね、書道部の話も出ますが、はい、アウトレットモールできたらすごいお客さん来るでしょうね。また渋滞関係ねえかみんな電車メトロ行くとき混むのめんどくさいな、うん、まあそんな川口でもちょっとは動きがあるのかなみたいな、うん、それでは今週もですね、はい、川口の最新情報、はい、お送りしたいと思います。でででで、うん拍手になったのさあそれでは、はい、ベロン一つ目はまずゴミの話そう、これね、確かにね、テスさんの言う通り重要だよ。重要ですからこれは、うん、ただね、川口よく頑張ってます。おう、27日の金曜日まで各地区の収集日に合わせて通常通り収集する、はい、27日までね、うん、で、あと月木地域、はいはい、それから川金地域と両方やります、うん、
それが30日と31日もう最後までやっちゃう。頑張りますね。すごいな、働き者ですね、うん。一般ゴミと有害ゴミの臨時収集です、はい、資源ゴミの収集はいたしません、はい、ということですね、まあ、資源ゴミの方はもうちょっと早めに出してください、ね。年始のゴミ収集は1月6日月曜日から通常通り収集いたします、はい、よく頑張ってる。あ、素晴らしいですね。これ素晴らしい、ありがたいと思いますよ、うん、本当、うん。確かにね、この30飛ばすと27から6日までないってことだもん。結構長いですよ。2週間ぐらいゴミが溜まると大変なことになっちゃいますから、ね。あとですね、大掃除等々でいろいろ大きいゴミを捨てようとか考えてる方、はい、それからなんか枝切って明るくしようとか、はい、なんかそういう方ですね、はい。朝日環境センター、でもとりあえずやりますが、はい、混んでますから粗大ゴミの受付はしてない。粗大ゴミの受付をしてないのが朝日、はい、でするのが戸塚です、うん。まあ、いつもの通りですね、はい。戸塚環境センター何しろ混みます、うん。とてつもなく混みます。でゴミ捨てるときすごい怖いです。テスト行ったことある？あります。あそこに落ちたら死ぬとか思うよね。川口の一番の恐怖スポットです。しかも落ちるのはゴミの中です。いや怖いですね。すごい怖いよ、恐怖がもう、うん。それは覚悟していってください。何しろ混みます、はい。2時間3時間平気で待ちます。ということで早めに、そういう時間かかるんだということを読んで、はい、言っていただきたいなと。だからね、午後2往復は無理です。まあ無理でしょうね。まず無理です、はいはい。で午前中1回と頑張って午後1回がギリギリから、しかも早い時間にそれを設定しておかないと、1日2往復できないと思いますんで、その点は、ご留意くださいと、そんな感じですね。まあ、これがゴミのお知らせ、はい、はい。それじゃあといろんなことをお知らせしていきたいと思います。はい。明日、冬至キャンドルナイト、夏至ではありません。場所がね、はい、昼間田んぼってとこなんだけど、はい、これは鳩ヶ谷の辻バス停、のそば、うん、ってことしか分かりません。はい、探してください。昨日今日、うん、芝川、はい、見える川口のあたりでもキャンドルナイトやってます。あ、本当。おお、芝川見える川口のあたり、川口元郷駅のあたり、立川じゃなくて、立川か、うん、あのマンション群を通ってるところ、あれ立川だよね、うん。あの畳屋くまちゃんが宣伝してました。本当、はい、畳屋くまちゃんって誰？ですか、はい。元郷の方でやってるそうですので、うん、夜にちらっと見たりしてください、はい。これはキプラの話で、うん、はいはい。さあ、この前テツさん行ってきました。お、鳥の市大ゴミ、大ゴミ、大ゴミ、お店は多分、うん、200以上、300以上出てたんじゃないかな。敵屋さんなんでしょ、普通。敵屋さんです、普通の敵屋さんです。あと熊手屋さんとかも、はい。あ、熊手屋さんは、20ぐらい出てましたね。ほんと、はい。これ熊手を売るためなの？そうですね、熊手ですね、鳥の市ですね、うん。あ、はいはいはい。なんで岡目市っていうのかはよくわかんないですけど、うん、まあ熊手の真ん中によく岡目があるから、はい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 。まあそんな感じで豪にぎわいだった。そうですよね、もうだってそういう準備に入らないといけない ね、年始の準備か、っていう感じですね。となると去年買ったやつを持ってってとかってことなの、それは。ですね、うん、川口の岡目市は、うん、お店で買ったやつはお店で回収してもらわないといけないらしくて、はあ、あのちっちゃいか、カッコメっていうちっちゃい、うん、あの熊手だけのやつは回収してくれるんですけど、でっかいのは、お店が、受け取ってくれないとダメです。は？お店がもう夕方、夜遅くなると、うん、もういっぱいすぎちゃって、もう持って帰れないぐらいまでになったりとか。ほんと？ってことは去年そんだけ売れたってことだ。そうですね、
で売れたんだから、ね、売れてるものを持ってきたんだから、うん、その分持って帰るよな。本当ですか。そんな不条理な話じゃねえよ。確かにそうなんですね。何回かに分けて運んでるんじゃないですか。あ、行きも、あ、売る時も、ああ、そっかそっか。帰りもそうしてくれればまあね、日本中景気が良くなればいいなと、ね、どこの店も商売繁盛、 うちもおこぼれをお願いいたします。繁盛を願うだけですよ。はいはいはい、まあそんな感じでですね、はい、はい、次、手帳、これは川口の、はい、手帳ですね。お、平成26年版市民手帳発売中、うん、平成25年2013年12月から平成27年3月まで書き込める、はい、そうだね、うん、いわゆる1年丸々とちょっとちょっと、はい、っていうことですね。市の窓口案内、市内観光庁施設等の案内が一冊にとっていうことになっております。はい、平成26年のラッキーカラーピンクとゴールドをカバーに拝借と。はー、ラッキーカラーなんですね。じゃあ八幕とゴールドシップ買えばいいのかな。あれ有馬ですか。有馬だ、有馬。一生懸命考えておりますが、オルフェーブル外します。ゴールドシップできます。ラッキラッキーカラーですからね。はいはい、胴元が儲かるかもしれない。あ、どう、ま、もちろん。でも胴元でもこれ300円ですからね。一番儲かってるのは手帳屋さんじゃねえかな。手帳屋さんも儲かるぞ。そんな感じでお求めいただければと、はい、我々も買ってこようかなと思っております。まあ思ってるだけです。でも300円はケチらないな。でも安いですよね。安い安い安い、うん、すごい。ただ手帳持ち歩くかってことですね、最近ね。私持ち歩く癖を持ってないので忘れないのはメガネぐらいですね。この前携帯忘れて、財布忘れて。あ、タバコぐらいか。タバコもたまに忘れんな。タバコと手帳一緒になっちゃえば。そう、あ、ね、手帳タバコ、手帳タバコ。手帳の紙で巻くとか。空箱になったらどうすんの。ああ、そういうこともあるね。まあそんな感じで365本は作れると思います。あっという間に吸ってまらん。他の手考えよ。まあそれとですね、こんな手帳があります。はい、そしてですね、あいうえおの町川口絵はがき販売中ということで、これですね、はい、ユッキーはね知らないだろうけどね、はい、川口はあいうえおの町ということです。はい、ね、もう最近ずっとあれですね、東京メトロなんかでは、はい、あいうえおの街の CM がずっと流れてますよ。え、川口の、はい、あ、そうなの。あの南北線なんかは川口と東京を結んでる、はいはい、ずっと川口の宣伝が流れてます。あー、偉いね。頑張ろうよ。そうやって頑張れと思いながらいつも頑張れ。、うん、でね、まあ、はい、あが、荒川の街。ちょっと弱いな。ちょっとやる。あ、ない他に。あと驚くような。ああ、そうか。と驚く。呆れるような。呆れるような。ダメだ。どうして自虐視感なんだから。うん。あなたの町川口。え、違う、私の町だな。あれ。まあいい。あ、うん、まあ考えましょう。はい。芋の町。芋の町。まあこれはしょうがないですね。芋の機械木型。はい。産業の町ということでね。う、植木の町、この町しかない、はい、ね、川口の日本柱でございます。芋、はい、のと植木、はい、ね、産業と川口ということでね、はい、映像 D シネマの町、映像の町、うん、スキップシティがありますんでね、はい、おなり道の町、はい、岡村市長の町、うん、この前言いそびれたんだけど音楽もある町なんだよ。そうですよ、音楽の町ではない、音楽の町、うん、我々ね、第3回川口フェスに向けて、この番組、はい、音楽の街のために、そう、音楽の街ではダメです、勉強した方がいいです。音楽より。まあそれはもう人生立証してますから。もう約50年もかけて。感じがある、ね、音楽の知らなかった時なんか僕は生徒会とかやってましたからね。そうそうそう、小学校の時児童会長ですよ。あら、それが音楽を知ったらどこまで落ちるんだ。音楽は悪くない、いや悪いのか、いや音楽は素晴らしい、いや音楽のせいにした俺ですね。音楽に罪はない。音楽は素晴らしいものですか。音楽には罪はないと、はい、多分そんな気がする。
ねえ、それからどこまで落ちるんだと、はい、まあもう結構岩盤まで当たってます。あともう上がるだけです。いないの、砕くから。砕く。もう近づいてきたぞマントルみたいな。あちーとか言って。このままどん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 もう行けるところまで。もうブラジルまで行っちまう。そんなこと考えて。ハトリがメルトダウンだとか。やばいな、髪の毛なくなっちゃうとか。誰だか分かんねえって、そんな心配するんだって。今日飛ばしてますね、俺ね。まあそんな感じで、あいうえおオワで、音楽もあるまちって言っていただきたいなと。まあ、おなり道もいいですよ。岡村市長も大切です。大切ですって言い方も変だけど。別に市長の応援で番組やってるわけじゃないです。一応選挙には中立、公正、公平と。そうですね。そんな、口だけです。ね、こんな感じで、あとその絵はがき自体にはもっとというのが3つありまして、はい、もっと1っていうのが国立競技場の聖火台と、はい、川口名物といいますかね、まあ今後取り壊されてはしまうんですが、国立競技場ですね、国立競技場の、東京オリンピックだった時、1964年、はい、昭和39年ですね、私の誕生年でもあります、うん、その時に、聖火台を作ったのが川口の妹と。川口の鋳物でできていると、そんなこともありまして、また作らせてくんねえかなみたいな。本当ですね。作らせてくんねえかな。頑張るぞ川口みたいなね。そんな輸入とかすんなよみたいな。そんなことはしませんね。多分。はい。まあそんな感じ。はい、でモットの2が、川口市のマスコット、はい、ケポランですね。うん、いいの？ケポランって。まあ西川ちゃんじゃなくてよかったな。西川ちゃんも頑張ってるみたいなんですが、さてどうなることやら。3、人が紡ぐあいうえおと。はい。紡ぐでいいんだよねこれ。紡ぐですね。はい。はい。あいうえおということで、荒川の町、鋳物の町、植木の町、映像の町、音楽もある町。改め、おなり道将軍社さんの町と、はい、岡村市長の町と。っていう感じでございます、はい。まあ、この絵はがきがですね、先ほど言いました交換帳等々で、はい、販売しておりますので、これも300円、これ200円だね、うんうん、もうついちゃう。そうですね、ね、1枚あたりって計算しようと思ったけどすぐは動かねえなこのお店。残念。200円です。200円で8枚ついてます。はい、お買い求めいただければと、はい、そんな風に思っております。はい、じゃあとりあえず一休みして、はい、ユッキーね、はい、久々だね、なんとなく。そうですね、うん、久々に、ユッキーのコーナーということでね、はい、今日のお題は、今日は、うん、もうすぐクリスマスということで、はい、冬のお話。ああ、よかったよかった、はい、もうすぐクリスマスということで、クリスマスのお盆のお話だと面白いよね。どんな話じゃん。夏あたり探してみたんですけど、なんかしっくりくるものがなくて。そうだね、やっぱり冬のお話。冬の話、はい。それでは、はい、ユッキーのコーナー、はい、じっくりお聞きください。はい、それではやってまいりました。久しぶりの私のコーナーでございます。今日は、日本の昔話をお話しさせていただこうかなと思います。それでは早速お聞きください。鶴の恩返し。昔々ある山の中に貧しくても心の優しい若者が住んでいました。ある日若者が山を歩いていると、鶴が罠にかかってバサバサともがいています。これはかわいそうに。今話してやるからじっとしておいで。若者は鶴を逃がしてやりました。次の晩、トントンと若者の家の戸を叩く者がいます。一体誰だろうと、若者が戸を開けると、そこには美しい娘が立っていました。どうか一晩泊めてください。こんな小屋では申し訳ないと若者は断りましたが、道に迷って困っているのですと娘が言うので、泊めることにしました。次の日、娘はあなた様の嫁にしてくださいませと言います。うちは貧しく、あなたのような方を迎えることはできませんと若者は断りましたが、
貧しくても構いません、どうかおそばに、と娘は熱心に頼みます。それでとうとう若者は娘を嫁にもらい、二人仲良く暮らし始めました。しばらくすると嫁様は旗を折って働きたいと言いました。若者が旗を折れる部屋を用意してやると、旗を折っているときは決して中を覗かないでくださいね、約束ですよ、と言って部屋に入りました。キーコンパタン、キーコンパタン、旗を折る音が聞こえてきます。嫁様はご飯も食べずに熱心に旗を折り続けました。若者は嫁様の体が心配でしたが、約束ですので覗くことはできません。ようやく部屋から出てきた嫁様は、町に行ってこれを売ってきてくださいと、織り上がったばかりの美しい布を若者に渡しました。嫁様の織った布は美しく輝く、それはそれは立派なものでした。町では私が買おうという人がたくさんいて、しまいにはお城の殿様が驚くような大金で買ってくれたのです。若者は大喜びで帰ると嫁様にその話をしました。大層喜ぶ若者も見て嫁様も嬉しそうです。それではまた織りましょう。嫁様はまた旗織りを始めました。キーコンパタン、キーコンパタン、今度は何日もかかっています。嫁の体は大丈夫だろうか。若者は心配で心配で、とうとう部屋の戸を開けて覗いてしまいました。すると中には一羽の鶴が、少なくなった自分の羽をくちばしで抜いては布に織り込んでいます。やがて嫁様が布を織り上げ部屋から出てきました。私はあなた様に助けられた鶴です。ご恩返しがしたくてこうして嫁となったのですが、姿を見られてはもうここにはいられません。そう言うと嫁様はたちまち鶴の姿に戻り、空に舞い上がると遠くへ飛んでいってしまいました。おしまい、というお話でございます。はい、やっぱ日本の昔話は教訓が多いですね。なんかこれはどういう教訓ですか？約束は守りましょうという、はい、どんなにいいしっかりした人生を送ってても一度の約束を破っただけで幸せを逃してしまいますよという教訓のお話でございます。これ昔話って、はい、若い男の人が何か助けると嫁が来ますよね。そうですね、なんかそうなんですよ。最初はすごい不幸で、いい人なのに不幸で、ある日助けるとすごいお金持ちになったりだとか、すごい美人が嫁に舞い込んできたりだとかっていう。おじいちゃんの場合はだいたい米もらったりとか子供授かったりとかっていう、だいたいパターンが同じなんですよね。若い男はだいたい嫁ですね。そうですね、どんだけ嫁不足だったんですよね。若い男にとってはお金より知り合いチャンスがなかったことですね。知り合いチャンス今はもうすごい便利でいい、すぐに出会えますからね。まあね、昔は大変だったんでしょうと。今日は鶴の恩返し、今日は鶴の恩返しでございました、はい、ね、はい、いいことしましょう、いいことしましょう、約束は守りましょうという、一つぐらいは一日一善って言いますからね。そうだね、はい、一善にしとけって話になる。それはダイエットの教科器がどんどんでかくなってラーメン丼ぶりかよみたいな。でも一善っていう、そうそうそう、約束は守ってますから、ね、せっかく美しい話だったのね、満たしてしまいました、すみません。はい、ユッキーのコーナーでした、はい、ありがとうございました。ユッキーお伝えのコーナーは、はい、一つだけ、はいはい、告知をさせてください、はい、2月、2月、はい、来年2月ですね、うん、我が劇団野心の有志がですね、はい、外部公演に出演させていただくことになっております。和装演劇集団ハリコの虎というところでメッセージという舞台
台に出させていただく。ハリコの虎っていう舞台、はいはい、ハリコの虎という団体ですね。劇団の名前がハリコの虎、はいはい、メッセージという題名の舞台に出させていただく予定です。場所はですね、はい、相鉄本田劇場という場所でやらせていただきます。横浜の。そうです、そうです。ああ、はい、なのでそこであれだよ、横浜ジャグフェスやってます。あ、そうなんですか、はい、じゃあ馴染みのある場所ですね。でもね、2回ぐらいしか行けてねえんだよねその日いつも桜祭りとかになっちゃって行けない。ああ、本田劇場、はい、知ってます。そうです、はい、はい、あそこの音響の人いい人です。そちらでですね、はい、今回はあの幕末ですか、ほう、源氏元年、はい、真夏の今日を舞台にですね、うん、笑いあり涙あり盾あり、うん、盾あり、あ、盾聞きましたね。はい、なっております。まだ盾見たことねえぞ劇団野心の、はい、劇団野心の勇士は盾をやるのかどうか、そこは未確認でございますけれども、このハリコの虎という劇団自体がですね、うん、すごい盾の、あ、盾の得意、はい、得意としてるところなんだ。はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。横浜割なんていうものも用意しているそうで、横浜に在住の方は安くなります。町川割どうなんだ。町川割は、僕が口添えなんとかできればなと思っております。はい、前売り券ぐらいの金額では行ってもらえるみたいな。日時は2月6日から9日6日から9日、はい、6日間に分けてやらせていただくんです。ユッキー出んの。僕は出ないです。あ、出ない。劇団野心から有志が。ああ、そっか、はいはいはい、わかりました。楽しみですね、はい、あそこ結構でかい。そうなんですよ、うん、大きなところでやらせていただくということで、うん、有志もかなり気合が入っているんじゃないですか。横広いんだよね。じゃあ縦もすごく見縦に横の話だよ。今回人数も多いですか。多いんだ。もうドシャドシャ出てくる。ドシャドシャ出てくるかもしれない。楽屋そんな広くないよもう楽屋はぎゅうぎゅうの状態、うん、そんな感じでね、はい、いや、お楽しみにしていただければと思います。はい、お願いします。まあ2月ですからね、はい、またいろいろ細かいことが決まり次第、はい、からお伝えさせていただければなと思います。はい、そんな感じでございます、はい、ありがとうございました。続いて、はい、いろいろお知らせコーナー、はい、みたいな話の前にですね、ネタフリコーナーおブルートレイン配信なんだって。え、あ、そうです、そうです、うん、ブルートレイン配信になる。まあ細かい話が分かんないので、僕の知り合いのてっちゃんからもうすぐこうピッと来るんじゃないかな。コスケ、コスケ、コスケ見てるか。あ、こっちにありますか。ここで俺が全部言っちゃったらどうすんの。ネタフリコーナーならないじゃねえかよ。あ、諫早湾期限内開門を断念と、それを読めってことなんだ。あ、読売新聞の提供でございます。鳩ヶ谷 YC、はい、あ、YC 鳩ヶ谷ね、はい、の提供で新聞が届きました、はい、配達もしてくれましたありがとうございます。ダイヤ改正、はい、来春に引退、あけぼのなんですねこれね。あけぼので全体的になくなっちまうみたいな感じで、昨日夜うちの店でもなぜこう寝台列車は揺れるかどうしたらいいんだみたいなタモリーが何言ってたかみたいな話とかね、こうそんなのをね飲みながらね、洗いと二人で喋ってたんだけど聞くことない話題ですね、うん、なんかこう違うんだよ連結がとかこうとこうは違うんだとかだから揺れるんだとかでも新幹線って全車両が駆動車なんだって、はい、あ、そうなんですか。知ってた。でしょ。そうなんですか。全車両が駆動車なんだって。すごいですね。すごいよねなかなか聞かない。そうだったんですね。びっくりですね。機関、じゃなきゃあんなスピード出ないんですかね、やっぱり。あと揺れとか。揺れも全然ないですもんね。ねえ、シャーって言ってるだからさ、この前それこそバスだと6時間、はい、まあ途中休憩含むなんだけど、はい、で新幹線で行くと1時間ちょっとなわけよ、仙台東京から。やっぱ200キロオーバーってすげえなとか思ってさ、ね、うん、2時間はかからないよね。かかんないよね。すぐですよね、2時間以内は。あっという間だよ。ビールプシュってやってぐたぐた喋ってたら次の頼もうかと思われたらついちゃう嘘です。あれっていう、すぐ飲んじゃいますそれ嘘です、一般的な話ですすいません、細かい嘘ばっかり言ってましたねえ、そんなこともある。まあいい方向に行くでしょう。九州なんかね、あれで大当たりなんでしょ、うん、夜中走るのあれ、あ、高級なやつ、うん、走るホテルみたいな。うわ、すごいですね、うん、すごい
何十万もするんだよねあれね。なあそんなオーダーもあるんじゃないのかな。お金持ってる人いっぱいいますからね、ない人もいっぱいいると残念みたいな。まあそんな感じで、はい、あとは連絡待つと何の連絡だったの全部言っちゃったじゃねえかみたいなそんな話です、ね。まあ俺にはあんまり関係はありません。ブルートレインの寝台車、寝台特急あけぼのが、廃止が決まった。乗客の減少と車体の老朽化のためで、ダイヤ改正後ブルートレインの寝台特急は北斗星、上の札幌間を残すのみとなると。残念ですね。でもすごいよな、北海道まで行っちゃうんだもんな。すごいですね。泳げんだぜ。あ、そうじゃなくてまあそんな感じですね、はい。あともう一個なんだっけ、印つけてくれたの。すごいね、まだあるんですね。すごい、もう新聞めくるのうまいよあ、うまいね。ピッピッとほら、早いすぐ出てくるよ。ピピピピッとすぐ出てくる新聞いじって何年だってもう新聞見たくねえぐらい川口市の話ですね、はい。市役所建て替え同意と。市役所建て替えます、はい。市内で一番危険な建物になってるらしいんで確かにそうだ、約50年、ね、キューポラのある町、吉永小百合さんがね、はい、主演なさった、あの有名な映画でございますが、その時にすでにありましたからね、はい。川口市役所の前で水を飲む姿が今でも目に焼き付いてみたいな感じでしょうね。はい。市役所建て替え同意。川口市議会は20日市役所を現在地で建て替える議案に賛成多数で同意した、新市役所の基本構想などについて市民や学識経験者らに意見を聞くための審議会を設置する条例案も可決し、計34議案を可決承認するなどして閉会したということで、はい、同じ場所で建てるということが決まったそうです、はい。ってことは一回潰してっていうことですね。そうですよね、うん。結構なんか時間がじゃあかかりそうです、ね。かかると思うよ。ですよね。閉会進められないですからね。3、4年ぐらいかかっちゃうんじゃない。同じ場所とか市民会館の場所で建てればよかったね。もうそうすりゃなんつうの、市政も滞ることなくとかね思っちゃうんだけど。どうするんですか、潰してる間は。なんか仮の場所とかはもう決まってるんですかね。まあそれが市民会館なんじゃないの。ああ、そう、仮庁舎とか建てんじゃないのかね。まあそこもちょっと今の車のサイズだと駐車場があるんですけど、はい、こうぐるぐる回りながらこう、はい、あれ今の車だとちょっとちっちゃいよね。うん、ちょっとでかいバンなんか入るとこう駐車しづらい、はい、外上手じゃないと無理かなみたいな感じではあるので、まあ建て替え、はい、まあね、市民の数も58万になっちゃいましたからね。相当、まあ、鳩ヶ谷庁舎も一緒にというか、はい、こう分割して水道局とか建設関係が鳩ヶ谷行っちゃったんでね、うん、そんなこともしておるようですが、はい、何しろ人口増加ということでね、はい、川口はそんな感じです。はい、はい。それではもう結構前にもお伝えしたことも多いかと思いますが、はい、合わせていってみたいと思います。第13回クリスマスコンサート、今日ですね、はい、この放送終わったらすぐ行け会場が1時30分から、はい、開演が2時ということで、うん、川口あ鳩ヶ谷の市民センターですね、はい。川口鳩ヶ谷市民センター、これ何て言ったらいいのこれまあ鳩ヶ谷駅ですね、鳩ヶ谷駅市民センターかで、入場料2000円で、はい、クリスマスコンサートが行われます。はい。先日もお話ししましたがバスーン、これファゴットとも言いますけれども、はい、それの4名による演奏と、はい、出演が松崎義一郎プラスバスーンジェン全員女子いいな、先生と生徒って感じかないいですね。まあバスーンはこの前も説明しましたけど、ちょっと大型のこういうでかい笛みたいなやつで、はい、こう歌口がついてまして、はい、そこでクラリネットは1枚のリードって言ってこう足で作ったこう板みたいなのがあって、サックスとかクラリネット同じような感じなんですが、それがシングルリードで、ファゴットとあれだ、オーボエがダブルリードって言いまして、ちっちゃいのが2枚ついてて、それをこうやって加えて、だからあのたまにこう見るじゃん、3チャンネル回したらたまたまこうクラシックやってたみたいな、ね、怖いかしいな、あれはそういうことなんです。そういうことだ、はいはい。今草笛を2枚合わせて吹いてるみたいな非常に難しい楽器ですね。それが4人集まって
ファゴットカルテット。すんげえな、あんまり聞いたことないですよね。なんか全然聞き慣れない楽器ですもんね、うん、そもそも。まあウッドベースなんかよりは、はい、こういわゆる音程の高低が出るのかな、うん、そうしないとベース4台でやってるようなコンサートになっちゃうちょっと迷惑だよねでもそんなことはないと思います。はい組曲ダンスホール等々、はい、ですね。あとはまあ当然クリスマスっぽい曲もやるんでしょう、はい、そんな感じです。はい、続きまして、はい、先日もお伝えしました川口市重大ニュース。重大ニュース、重大ニュース、タタラタン。もうこれ受付終わっちゃったんですが、はい、首長が選びました。市長ですね、うちの場合はね、はい、市長っていうのは阿賀町5大ニュースってことが、岡村市長はこれだっていうのを、はい、出てます。はい、1、川口市政80周年、うん、記念式典を開催し記念碑を設置、はい、はい、これが1番。2番目が成人歯科健康診断審査、はい、歯科ドックを30歳以上の全市民に拡大、これが4月に行われました。はい、3番、はい、地球高温化防止に向け、はい、川口グリーンエナジー戦略、はい、5カ年計画、5カ年計画の開始と、はい、4番目、蔵書50万冊、はい、川口駅前の中央図書館、はい、キュッポラ広場ですね、はい、キュッポラ、あ、キュッポラ広場の前とか、あれかキュッポラなんですね、そこの図書館が開館以来7年で来館者1000万人を達成。これ取り上げたの覚えてますね、はい、言いましたね、はい、次、5期目の市政運営が5月にスタート。市長これが一番じゃないですかでしょ、重大ニュースの中に入ってなかったですかね、それ。どれ、あの5期目、あ、5期目入ってなかった本当、あの選ぶやつが多分そこら辺にあると思うんですけど、うんうん、あ、これね市長入れてきましたね。うん、私としては、はい、第2回川口フェス開催。いやー重大ニュース。あとはどうでもいいです。どうでもいいってことはないな。ビッググルメとかね、いろいろありますね。ありましたね。はーい、こんな感じです。はい、あとまあナンバープレートの件ですね。はい、まだまだ受付をしてんのかな。いつまでだ。3月下旬に決定で、応募の締め切りは1月24日までです。急げ、急げ。例えばこれ加須市ですね、はい、加須市の鯉のぼりを、可愛いです ね、 ね、 これいいよね、うん、これは鋳物で作れって言ってんだけどねケポラン、でもいいです、なんかいいデザインちょうだいな、はい、急げ、もうすぐだぞあっという間ですよ、1月さあさあ、もうすぐそばだ、あと3日だ、はい、それからですね、はいお話マラソン母と子の読み聞かせ、うん、12月のお話会がですね、明日12月22日日曜日、はい、15時から15時30分、うん、参加は無料です。東武ブックスビーンズ西川口、はい、JR 西川口ビーンズ4階、駅ビルの4階ですね、はい、自動書売り場横特設スペースということで、参加してくれたお子様には風船などのお土産をプレゼント。予約は不要です。赤ちゃんから大人までぜひ皆さんご来店くださいということでですね、はい、西川口の駅ビルの上、はい、サイゼリアの階かの上か、サイゼリアがあったりします。4階は、いや、それはサイゼリアもう一個上ですね、上か、スポーツクラブがあるところ、あ、じゃあ、本屋さんとビデオ屋さんがある、はいはいはい、あー、そっかそっかそっか、はい、4階にあります、はい、で、15時から15時半まで、はい、お話し会、12月のっていうんだからいつもやってんのかな、お話、ね、お話マラソン、はい、ユキ出ればこれ読み聞かせして、読み聞かせして30分まるまる使っちゃいますねいいね、ずっと読んで口疲れちゃう、何者だあいつはと言われるぐらいまで、はい、そんな感じです、はい、さあ、そして次、ちびっ子集まれ、はい、12月26日木曜日、はい、1時から、これはですね、場所が西川口の西口、はい、西川口公民館っていうのがあるんですが、そこでですね、支え合い広場、はい、ひだまりっていう、まあ、団体があるわけですが、そこの冬休みの子どもイベントとして、26日木曜日、
午後1時から3つのイベントやります。子供ぶつぶつ交換、これが1時から、はい、で2時半からですね、はい、音楽と音楽で、あ、そう失礼いたしました。うん、年なんでいろんなかかっちゃうんですよね音楽で遊ぼう、リトミック&ボディーパーカッションで楽しく動き回ろう。はい、そして午後3時から折り紙と紙工作教室ね、こう動かしてから落ち着かせるっていう、はい、うまいことやるね。いろんなものを折り紙から生み出せる不思議、世界中から注目される日本の伝統遊びをゲット、はい、ということでですね、それぞれの時間に行われます、はい、小学生が対象です。未就学児童は保護者が同伴してください。参加費無料、予約はいりません、はい、出入り自由ですということですね。西川口公民館並び中町公団1階日だまりというところです。はい、まあ、ぜひね、うちで持ち合いましてどか連れてってとかいう子供いましたらそこにぶち込んでしまいましょうねえ、どか連れてってみたいな。ぶつぶつ効果なんかすごい楽しそうですよね。ね、きっと喧嘩になりますそんなにね、子供だってやりますやるときなんですけど、ね、多分そんな子供だったのかな俺、児童会長。まあいいや、あんまよく覚えてないんだけどはい、そして何度もネタ的にやっております、はい、アートな年賀状募集、川口市立アートギャラリーアトリア、受付はですねもう始まっております。で、新年3日まで、要はですね、いろいろ自分で年賀状作るじゃないですか。それがおいいのできたなと、うん、っていうことで送って自慢しちゃおうみたいな感じですね。はい、展示期間は1月の8日水曜日から1月26日日曜日まで、貼られます。はい、まあ募集要項はそこに送ってくれと送りやすくと送料は自己負担、そりゃそうだなはがきだからみたいな、ね、持ってってもいいらしいですけどね。まあデザイン側には、自分の個人情報等々は書かないでくださいということです。そうだよね、バレちゃうからね。そうですね、まあ、バレちゃっても大したことないそれから西香ちゃん、にしかちゃん、これはどこでもらえるか判明しました？全然判明しないです。しませんね今度聞いておきます。昨日あったんだよな、昨日、おとといか、昨日だよな、あった。あと川口芋の工業こ言えないね川口芋の工業協同組合から、はい、縁起のいいですね、干支の置物ということで、はい、芋ので作られたものがね一応4種類はい、12種のベーゴマを販売しております。お問い合わせ先は、川口元号、はい、2丁目 1-3 048-224-6200 川口芋の協同組合まで。結構素敵なデザインでね、うん、来年の干支であります、はい、馬、これがベースになっております、はい、そんな感じですね。はい、まあ大体こうお伝えしてまいりましたが、今日うちで、はい、親父フォークというイベントがあります。音楽好きの親父たち、はい、まあ別に親父じゃなくてもいいんですけど、集まって、はい、みんな演奏するとか、はい、そんな感じになっております。結構今回20人ぐらい来るという噂を聞いております。おかげで昨日、はい、昨日というかさっきまで9時ぐらいまで仕込みやってた俺遅うみたいなブリ1匹、タイ1匹、スズキ1匹、ちょっと大きめのサバが2匹、はい、締めサバ、はい、でスズキは塩で締めて、で昆布で締めるように、手配をしておきました。まあちょっと時間が短いんできっちり入るかも。でももうそれ聞いただけでも、もう美味しそうです。あーもう頑張ってます。締めサバ大好きですか、ね、締めサバうまいよ、大好きですでそれとですね、またお店の話なんですが、はい、12月の29日日曜日、はい、うちで王様やります。王様の演奏ですね、最近文化放送にも出てるようです。多分7時半ぐらいかな王様とまだ話してないみたいな。チャージが2500円です。そしてですね、王様弁当、特製王様弁当また作りますんで、はい、これが1500円だよね、はい、はい、で飲み物別と、そんなことで行いますので、はい、まだ若干席は空いておりますんで早めの予約、電話 251-0009 はい、どうやまで、
午前中とか早い時間はきっと出ませんそんな感じで予約いただければとそんな風に思っております。今日も1時間お付き合いいただきました。町川ラジオありがとうございます。とりあえず来週もやる、はい、はい、来週が今年最後の放送になります。まあ、そんな感じでですね、今年無事に最終週まで迎えられればと、はい、そうですね、年末ねだいぶ寒くなってまいりました、はい、うちもまだストーブ出してないんですけど ね、 ね灯油買いに行かなきゃみたいなそんな感じでありますまあ、お風邪など召さぬよ、はい、ね、年末に向けてこれからねイベントも目白押し、はい、クリスマスもあるし体壊さないに皆さん気をつけてくださいね。それでは今週もありがとうございました。ありがとうございました。ユキー、俺。